世界が終わる前に するのはアマテラス。いや、そんなはずは何者です。負けませんよ。でみんな無事か？もっと優しくできないの？ごめんなさい。でもあの場合、卑弥呼を振り切るにはとにかく飛んじゃうしかなくて。学校か。最初に来た時とほとんど同じ場所に着いたんだな。ええ、根の国で足原の国との門が開くのはここみたいですね。ここ暗くて怖い。これからどうするの？悪霊に邪魔をされないうちにお父さんたちと合流しないと。そうだな、急ごう。根の国ではあれからどのくらい経っているんだろう。わかりません。でも卑弥呼がちょっかい出してくるんだから、まだ決着がついてないってことよね。そうだと思いますけど。あれ、どうしたの？なんかだんだん明るくなってない？そう言われてみれば夜明けじゃないわよね。あ、タケル？なんだ？なんでそんな目で俺を見るんだ？触る汚れ払いたまえ、よろずの沢い払いたまえ。
汚れ払いたまえ。お兄ちゃん、くそ、今度は逃がしません。サテヤさん、なんとかならないの？やってます。タケルさん、お兄ちゃん、さあ、来るのです、我が元へ。タケルさん、ことのタケルさんをどうするつもり？ことのできんやろ。スザク、聖者か、おのれ、頑張りましたね。もう大丈夫ですよ。でもちょっと遅かったようね。見せて。反魂の術が使われたのに気づいたんで急いできたんやが、卑弥呼に先を越されたようやな。向こうの世界にいた時からタケルのことをつけ狙ってたみたい。何を狙ったのかしら。わからん。うちらとちぎりを結んだタケルが邪魔やったんかもな。それだったらタケルが足原の国にいる分には放っておいてもいいんじゃない？だからわからんって言うてるやろ。相変わらず頼りにならなそうね。なんやって？助けてもらっておいてそれはないやろ。あの、お姉ちゃんは？先ほどの衝撃で魂が弾き飛ばされてしまったようですね。そんな。魂が飛ばされた？大丈夫、ちゃんと生きてるから。本当？まだ体と魂につながりがあります。よかった、助かるのね。でもこのままじゃ。どうすればいいの？教えて、お願い。まだ助かるから落ち着いて。琴ノ葉の魂はよもつ平坂をさまよっとるんや。よもつ平坂？そや、橋原の国と根の国の狭間にあるんや。手遅れにならんうちに魂を体に戻すことができるんやったら、琴ノ葉は復活するやろうな。スザクたちですね。自分の産んだ者たちに邪魔をされるとは。結界の中に入られたらもうスサノオ様をお呼びすることはできない。恐れながら、リンですね。慰めなら不要です。お願いです。お顔をお見せください。リンはこの世と同様、卑弥呼様によって生み出されし者。どこまでも卑弥呼様にお仕えいたします。リン。卑弥呼様の願いはリンの願い。どうかリンに、もう一人のスサノオ様をお迎えに行くことをお許しください。スサノオ様には死生獣がついたようです。スサノオ様をお迎えするには腹からと争わなければなりません。いいのですか？卑弥呼様の願い以上に重要なことなどございません。よもつ平坂へ行く。どうすればいい？私たちの力であなた方を送れるけど。頼む。でも失敗したときは琴ノさんのみならず、あなた方の命もなくなりますよ。いいんですか？行く。それでこそうちらの主や。これでいい。あとはよもつ平坂から琴乃さんの魂を連れ戻せば。よもつ平坂ってどんなところ？卑弥呼がこの世を作った時、よもつ平坂もできたと言われているわ。じゃあ卑弥呼がこの世界を作ったのか？根の国だけやないで、足原の国もそうや。卑弥呼より長生きした者がいないから本当かどうかは分かんないけどね。アマテラスみたいな新しい神の出現で世界はどんどん卑弥呼の理想からかけ離れてきているのは確か。せや、
それで卑弥呼は間違った世界をなかったことにして、もう一度最初からやり直したんや。でも住んでる人は？そんなことを考えていたらやり直しなんてできないでしょ。そんな！世界がダメなら住んでる人もダメ。卑弥呼はそう思ってる。スザクたちはどう思ってるんだ？うちらか。そうやな。ああ、タケルがあるじゃから、タケルの言うことに従うで。なんであんたはそうやって！そんなことを言って、また裏切るのだろう。なんやって？リンでございます。お迎えに上がりました。なんで俺を？あなたはアッシャラの国に転生されたスサノオ様の生まれ変わりです。裏切り者たちに騙されてはなりません。裏切り者やて？スサノオ、タケルさんが、タケルさんがスサノオだとすれば、卑弥呼の行動が説明つきますね。スザクたちは卑弥呼様の生みし者。かつては卑弥呼様のもと、このリンを長として卑弥呼様を守りし者たちでした。何ですって？その通りや。でも今は違う。そもそもこの世界を作ったのは卑弥呼様。お前たち人間の先祖とて例外ではない。卑弥呼様は理想の世界を維持するべく様々な努力をされてきた。そしてスサノオ様は常にそんな卑弥呼様の傍らにおられた。結界などないも同じだ。結界が消えたか、リンだな。もうちょっと歯ごたえがあるかと思ったんだが、期待しすぎたようだ。この物足りなさ、あんたが少しは満たしてくれることを期待するよ。やはり期待外れだったか。俺が来る意味もなかったな。来た意味はあったよ。帰ればわかるさ。まさか捨て身の罠か。卑弥呼が危ない。自分の城をおとりにし、その隙をついて卑弥呼を人質に取る。陽動にしては随分大胆な作戦だな。しかしもう後はないぞ。我らの目的は一つ。そのためなら我が城を犠牲にしたところで何の支障もない。お前らなかなかよくやった。だがこのスサノオが戻ってきた以上、生きて帰れるとは思うな。元よりそのつもりだ。我らはここで死ぬ。だが、
卑弥呼もここで死ぬ。スサノオ、お前はそれをそこで見ているがいい。祈りにまつわらぬ者に天津を本空の光よ。お前も道連れになりたいなら歓迎しよう。きっと私たちの仲間が、子孫が、新しき世を作るだろう。さっきの戦いは、あれは俺だったのか。うっ、やめろ、頭が割れそうだ。ダメダメ、ゆっくり、どうしたんですか。しっかりしてください。しっかりして、お兄ちゃん。ここはよかった、返事しないから何かされたのかと思っちゃった。あれは何だったんだ。前世の記憶です。卑弥呼様にお会いになればいずれ全てを思い出します。行きましょう、スサノオ様。行かせへんで。また邪魔をするか。どこまで卑弥呼様に逆らうつもりだ。お前こそ目を覚ませ。卑弥呼を間違っとる。大体子供が思い通りに育たんかったからって親が殺してまた子供を産み直すなんてことが許されるか。そんなん許されんはずや。この世かて同じや。確かにこの世界を作り出したんは卑弥呼かもしれん。でもな、もうこの世界は住んでるもんたちのもんや。ちょっと気に食わんから言うて卑弥呼が壊すことなど許されへん。親が間違うていたら子供は間違うていると言わんければいかんのや。よまいごと。卑弥呼様こそこの世の主。卑弥呼様の願いは我が願い。力づくでも連れてる。させるか。はっはっ。無駄だ、分かっているはずだろう。今度はこっちの番かな。あああ、お前たちと遊んでいる暇はない。さっさと消えてしまうがいい。この笛は卑弥呼様の。オーナムジの人形が、お前も裏切るのか。やたろ、くらえ。うるさき者どもだ。サノオ様はいずれ目覚める。その時思い知るがいい。ヤタロ、しっかりして。ヤタロ、ヤタロ、あなたは。今まで騙していてごめんなさい。私はオオナムジ様の使い魔の悪霊でした。いいの、もういいの、話さないで。マイさんを騙すのは辛かった。でもオオナムジ様は私の全てでした。後悔はしてません。私も同じ。恨んだりしない。
弥太郎は私の一番大事な友達だから。マイさん、弥太郎、弥太郎死なないで、私を一人にしないで、お願い目を開けて、弥太郎。じゃあね弥太郎、私行くよ。今まで本当にありがとう。安らかに眠ってください。悲しむ必要はない。いずれ足原の国に生まれてくるだろう。はい、卑弥呼の企みを阻止できればやけどな。さてタケル、どうするんや。俺はスサノなのか。タケル君、頼む、教えてくれ。正直そのような気もするんやけど、なんか違うような気もしてな。どういうことだ。うまく言えない。でも私もそんな感じがする。言われてみるとあなたはスサノオにとても似ています。そうなんだけど、あれ違うってところもあってね。ひょっとするとリンの言うてた通り、覚醒してへんだけかもしれんけどな。でも、いずれ魂のない肉体は死んでしまう。こんなところでのんびりしていられない。よもつ平坂に急ごう。琴乃を助けるんだ。ええやろ。さあ、琴乃さんを助けたかったら飛び込みなさい。助けるとも、命に変えても。行ってくるよ。お母さん、お父さん、サクヤを守って。コトロさん、コトロさん、しっかりして、死なないで。どうして、どうしてこんなことに。助けてくれ、こんな思い。耐えられない、コトロさん、誰か、誰か、コトロさんを助けてくれ、お願いだ。さあ、コトロさんを助けたかったら飛び込みなさい。助けるとも、命に変えるでも。の道を進む琴乃さんの魂、追いかける皆の前には異様な世界が現れます。襲い来る試練に耐え、恋人たちは再び抱き合えるのでしょうか。そしてスサノオをめぐる真実の行方とは。
次回、出雲、高き剣の戦記第10話、よもつ平坂。